はい、どうも、ジュリアスです。コールオブデューティーブラックオプスコールドウォーシーズン5がね、間もなく来るんですけど、事前アップデートでスコアストリークだけ追加されました。それが火炎放射器で1500ですね。結構早い段階で取れるんですけど、持続的に炎を放出し、近距離にいる敵を黒焦げにするクールダウン90秒ということで、ただ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 めちゃくちゃ弱い モトロフを当てるイメージっすよね。ボーって燃えてんねんけど、なんかいつ相手倒れるんぐらいの勢いで2秒近く噴射してないと全然倒せないっす。だから正面で撃ち合ったら今基本的に 100% 負けるんで、横からどうにかして、ね、もうナイファーでも正面で勝てるもんな。どうにかしてね、裏取りして、こっちの注意が向かないようにしてから、やるっていう感じですね。あとはもう遮蔽物に隠れながらなんとか撃つみたいな、ぐらいでしか、ほぼほぼ使い道がない。それくらい弱いスコアストリークになってます。まあね、ちょっとやってきたんで、最後の辺にね、スコストを使ったところをね、何個か上げとくんで、よかったらそれ見てください。ということで、早速行ってみましょう。さ、開幕は砂で打っちゃおうかな。ハードポイントを特定。ハードポイント選挙。我々が優勢だ。そっち側、右はみんな制圧しましたね。うわ、うまい。上、絶対来る。もう一人いましたね。いやー、顔出すのは待たれてんな、これ怖え砂がね、後ろで奥で構えてるんですよね。あんま顔出さない方がいい。ハードポイントを特定。わーう、さっきの人だ。ハードポイント選挙。あら、いたー。いって、危なー。あら、外した。あー、弾切れた いやー、もう待たれてんな、これ。正面来てますね。大丈夫か。はい、ナイス。だからアクションムードっすね。ハードポイントを確保。ここにいる。おお、そっち側からもか。ハードポイント強行中。はいや。ハードポイント強行中。ハードポイントを失った。俺、おお、頭なしか。さっきの人うまいな。あー、外した。そっから上がろう。ゴー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 。怖え。おお、突っ込んできたか めちゃめちゃ壁にぶつかりましたね。ナイスー。怖
ここにジャマ置いてと。うわ、ぶねー、上だった。そこナイス。あ、もういないか。いってー、相打ち。あぶねー、相打ち。砂でよかった。そこにいる？ハードポイントを特定。ハードポイント占拠。ハードポイント競合中。ハードポイント競合中。行こう。痛い。ナイス。いたいたいた、引っかかった引っかかった。バチクソ危ね。ハードポイントを失った。おお、入り込まれたか。いやー、で、シンスコスト来たぞ。私が、この、クソ弱い、クソ弱い、スコストを使ってあげよう。マジで弱いからな、これ。後ろを取らない限り、勝つことはできない。ありゃ、いない。右。うわ、届いてね、届いてね。届いてなかったな、今。こりゃー、おお、勝った。ちくしょう、もう切れた。逃げろ、逃げろ。弱すぎる、弱すぎる、マジで。上から顔を出してきたけど、やったな、味方が。うん、思わぬところが出てきた。ん？どっちや？おぉ！左におったか。ナイス。甘いぜ。でも2キル取ってたぞ。あー、ミスった、マジミスった。上空に敵のカウンター偵察機。いや、でも火炎放射器でね、マジで1キルでも取れれば立ち回りがうまいよ。上空に敵の偵察機。おいくね。ナイス。計画通りにことを運べたら、常に秘密に動け。行くぞ、火炎放射器、どこですか？マジか。今のに、ま、やられんのか。さて、火炎放射器、お見舞いしてやろう。全然倒されへん、マジで。火炎放射出すぞ。おほほ。勝利が見えてきた。必ず勝て。おほほほ。3人目は無理ですね、さすがに。